本当にまだまだなんですけど、これからもっともっと大きくなっていけるように頑張る中で、応援してくれるみんなのことを思いながら書いた歌です。今日初めて出会ってくれた方もまたどこかで出会えるように、これからも活動を頑張りたいなと思いますので、よかったら今後ともよろしくお願いします。最後、ゆりかという歌を歌って終わります。今日は本当にありがとうございました。ゆりかでした。物語の中いつかは消えてしまう。だから今